お、ちょうど Amazon のレビューが反映されてますね。さあ、そういったところで、せっかくなんで、ちょっと Amazon レビューの方を見ていきましょうか。まあ、言ってもね、まだすべての、これはコメントが反映されてないのかな。まあ、一部しかまだ反映されておりませんが、ちょっとざっくりと見ていきましょう。おほ、23人のお客様がこれが役に立った、ほんまかいな。上位レビュー、っていうか、新しい順に並び替えるか。名作の復活、1996年スーパーファミコンで、わかりました。なるほど。まあ、思い出補正があるかもしれないけど、まあ、30年弱、待った甲斐があった。名作、ようやく復活してくれたか。っていうことが書かれていると。時代を超えて再臨した名作。個人的には原作の方が好きかも。そうなんだ。いや、まあ、賛否両論そこはあるよね。ただ言っても評価自体は5なんかで4なんだね。なるほど。ゲームとしての出来は80点。原作からのリメイクとしては60点ぐらい。まあそんなにじゃあ高くはないのね。なんと言いますか、原作と比べて少しもっさりしている感じがする。そうか。原作の方がキビキビ動いていた。キャラが若干太くなってるように見えるのもあるかもしれません。あ、めっちゃ長いね。ジャストアクションが原作よりも少しシビアになっている。ああ、それはわかるわ。なるほどね。で、いい点としましては、ところどころ原作にはなかった映像が追加されていると。まあ、そこはとても良かったと。で、ボリュームに関しても、一部増えていると。で、かつ、ま、原作にはなかった3人技が追加されていると。そこも面白い要素であったと、いったことが書かれていたりとか。ただ一方で、メニュー画面とか、各種 UI デザインは、原作の方が良かった。で、元々の SFC 版のグラフィックもかなり良かったので、このゲームは原作をプレイしたことがない人向けだと感じました。なるほどね。なんか、ま、これに関してはメタスコアでも同じようなことを言われていましたよね。まあそちらに関してはメディアの評価になっていますが、まあなんだろうね、まあ既存のファンというか新規向けのゲームかもみたいな。で、一度でもプレイしたことある人からすると、まあなんだろうね、良くも悪くもリメイク、まあリマスター寄りのリメイクっていったところで、追加要素ってそんなにないから、目新しいものもなければ新要素もなく、新しい技も追加されてるわけでもなくて、で、さらに追加キャラクターとかもないわけだから、そこのところが課題ではないかといったことが確か大手メディアが評価していた記憶があるね。で、あと戦闘システムがつまらないと。攻撃するたびにタイミングよくボタンを押してダメージを増やしたり、防御をするのは面倒でつまらないと感じた。いや、だけどそういうゲームじゃないの、マリオ RPG って。またマップが斜め視点で、あー、なるほど。それでジャンプをやらされるのは距離感が分かりにくくて遊びにくいと思った。あー、まあ確かに、なんだろう、特に違和感なくプレイしてたけど、確かに、初見というか初めてプレイされる方からすると、そういった違和感があるということか。まあ自分もね、実はその予習っていった形で、スーパーファミコン版事前にプレイしてました。なのでそんなになんか違和感感じなかったけど、そういうことか。なるほどね。印象的な CM の名作ゲームのリメイク作品、スイッチが安くなるクーポン券はついていませんと。まあ当時は、スーパーファミコンがね、安くなるクーポンなどがついていたんですよ。ただ今回さすがにスイッチが安くなるクーポンはついていないと。ただまあ良くも悪くもリメイクされている。ただ一方で、まあボリュームだったりとか、あとはまあなんだろうね、良くも悪くもリメイクなので。なんかストーリーが一気に変わっていたりとか、新たな新要素とかそういったものがね、あるかって言われるとそうでもなくて、まあ無難に原作を再現していると、忠実に再現しているといったところが、書かれていますね。まあまさにその通りだなと思いました。まあ本当にそうなんだよな。なんかメタスコアでも書かれていたけど、良くも悪くもみたいな。そう、良くも悪くもリメイクなので、画期的に何か変わってるわけでもなければ、そういったところがあるので、まあなんだろうね、まあ懐かしさっていうところは感じるけど、見当たりさっていうところはないのかなと、自分も感じました。はい、まあそんな感じでございます。まあ何とも言えないですよね、本当そこに関してはね。
まあまあまあ、とりあえずそういった形になっておりますので、ぜひ皆さんも、このゲーム楽しんでいきましょう。ただまあマリオ RPG もね、まあ、逆にもうやることなくなったわっていう方も多いんじゃないかな。この動画出る頃にはちょっと分かりませんけど、どうでしょうか。ぜひそういったところも含めてコメント欄で進捗を教えてください。ただまあ面白いっちゃ面白いけどね、面白いんだけど、なんだろうな、確かになんか他の動画のコメントっていうか、さっきのそのなんだろうね、Amazon レビューとかでもありましたけど、なんかもうちょっと新要素というか目新しい要素みたいなのあったら良かったんじゃないかなと個人的には思いました。まあくまでこれは個人的な見解なので何とも言えないところではありますけどね。よし、とりあえず殴っていきましょう。このライトサーブルってそんな強くないよね。だからたまにやってくるけどさ、アクションコマンド向こう、このアクションコマンド向こう結構痛いよね。アクションコマンド無効か。なんかこれが一番痛いよね。何が痛いかと言われると、どうしましょうか。アクションコマンドできないんだよな。さすがに大丈夫なはず。ちょっと待てよ、これ大丈夫か。これ大丈夫じゃないよな。ちょっと待てよ、これはまずいんじゃないか。油断して戦っていたけど、よしってことで一旦動画終わりましょうかね。ちょっとこれはまずそうな感じがしてきたぞ。アクションコマンド向こうはちょっと痛いね。口をどうにかしないといけないな。そっか、アクションコマンドできないのか。今更ながらめっちゃ痛いな。
これどうする？ちょっと一旦回復シャワーで遅延行為をしつつ、ちょっとさっきのやつ痛かったな。ただ一方で口をぶん殴れば、うわー、そんな食らってないけど、ようやく回復したか。なるほどな。なるほど、そうきたか。これでゴリ押し？おお、いけたね。ってことで一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。